転生してから40年。そろそろ、おじさんも恋がしたい。二度目の人生はハーレムルート、星1。あらすじは童貞冒険者として一度目の人生を終えた後の二度目の人生を無駄に40年浪費した人類上位クラスの冒険者が40歳になって唐突にやってきたモテ期を思春期っぽいノリで堪能するシナリオ。他のナロー系と違い圧倒的なチートで理不尽を理不尽で打ち返すような戦闘力も権力も持っていないので、権力プレイをしてくる奴らに対して、左遷を受け入れるとか主人公は常に保身に走ります。また美人からのお誘いも他の美人の好感度を下げたくないからと保身に走るうんこチキンなので、そういったうんこチキンが大好物な人族以外は合いません。現実世界で不器用が美人から同時に告白されたらこうなるよなといったシナリオであり、そこにはフクションが持っている爽快感だったり、現実でできないことするフクションの良さが全く出ておらず終始、このうんこチキンのことを好きな疑似ハーレムたち全員寝取られろという気持ちにさせてくれます。主人公がすがすがしいくらいの保身に走るっぷりがとても良いスパイスとしてこちら側をイライラさせますし、ハーレム候補の一人が王族の愛人にならないと左遷させられちゃうといった時でも積極的に助けない、にもかかわらずハーレムたちの信頼スコアが下がらないというそこだけはご都合主義なんですねという、一生 DT のまま死ねといった気持ちになる作品。本来は星霊なのですが、作画担当が色っぽい実用書作家のレジェンド的な人族で、作画が文芸上手でこの作家に欠かせればどんなステータスのメスも魅力的に仕上げる異能力者であり本来のシナリオにはないセクシーシーンを追加してくれるというサービス精神が枕をあんこで濡らしたので星1。作画担当に完全におんぶに抱っこな作品。